ピューターに触っちゃいけません。ジョージもね、コンピューターには絶対触っちゃダメよ。そうだよ、ジョージ。こうしちゃダメだからね。ペッパ、やめて。ごめんなさい。ジョージにこうしちゃダメって教えようと思ったの。なんと、コンピューターが動かなくなってしまいました。ねえ、ダディ来て。ダディピッグ？どうしたんだい、マミーピッグ。ねえ、ダディピッグ、このコンピューター直せる？いや、ランチの準備は私がするから、お願い。ああ、わかった、やってみるよ、マミーピッグ。でもこういうのあんまり得意じゃなくて。ありがとう、よろしくね。ダディピッグがコンピューターを修理することになりました。まずはスイッチを切ってみるか。そしてもう一度オンにしてみよう。ダディピックが見事にコンピューターを直しました。やったね、ダディ。ああ、ダディこういうの結構得意みたいだ。ダディ、コンピューターでハッピーミセスチキンのゲームしていい？それはマミーに聞いてごらん。マミーは後でやってもいいって言ってた。それならいいぞ。でもディスクはどこにあるんだろう。こんにちは、ペッパ。気分はどうだい？具合が良くないの。舌を出して見せてごらん。大したことはないでしょう。ちょっとポツポツができただけです。私お薬飲むの？ポツポツはすぐに消えるよ。でも少しだけお薬をあげよう。飲めるかな？はい、お願いします。でもあまり美味しいものじゃないよ。お口を開けて。うわ、すっごく苦い。ペッパはちゃんとお薬を飲んで本当にお利口さんだ。しばらく寝かせておいてください。後でまたどんな様子か見に行きます。お友達を呼んでも？ええ、もちろん。映らないからお友達を呼んでもいいですよ。それでは。先生、ありがとうございました。マミー、もう起きてもいい？ペッパ、先生がしばらく寝ていなさいって言ってたでしょ。でも退屈なの。だけど、お友達を呼んでもいいって言ってたわよ。じゃあスージーに来てもらってもいい？羊のスージーは一番のお友達です。スージーのママに電話するわね。ねえ。あら、ペッパのママ。スージーと話をしてもいい？もしもし、スージー。ねえ。もしもし、ペッパ。私具合が悪いの。顔に赤いプツプツができちゃった。お医者さんに見てもらった？うん、ドクターベアが来てくれたの。具合が悪いけどお利口さんだって言われたよ。じゃあ本当に病気なの？うん、そう。ごっこじゃないんだよ。だから寝てないといけないの。それでね、ドクターベアがくれたお薬すっごく苦かったんだ。すぐお見舞いに行くね。ねえ。看護師さんの格好で行くね。スージーがペッパのお見舞いに来ました。スージーは看護師さんのお洋服を着ています。犬のダニーとウサギのレベッカも一緒です。本当にこっちでいいのかい？任せといて。アヒルさん、こんにちは。私たち近くに来てるの。ここで大通りに戻れるの。すごいじゃないか、マミーピック。でもまたダニーの車の後ろに来ちゃったよ。どうも。いや、おかえり。なんてこと。マミーピックの近道はうまくいかなかったようです。さあ、ランチができたわ。そして一番大事なジャガイモも全部おいしく焼き上がったぞ。ランチは完成。でもペッパたちがまだ来ていません。もしもし、どちら様？すぐ近くまでは来たんだけど。
でもまだ道が混んでてカタツムリみたいなんだ。ものすごくゆっくりなカタツムリ。近くまでは来てるんだが、まだ渋滞してるらしい。かわいそうに。せっかくの料理が冷めちゃうわ。わしにいい考えがある。ちょっと手押し車を取ってくる。一体何をするつもりでしょう。さあ、グランマ。急いでランチをこの手押し車の中に入れてくれ。了解です、キャプテンピッグ。みんながランチを食べに来られないんなら、こっちから届けに行けばいいんだよ。見て、グランマとグランパよ。手押し車でランチを運んできてくれたのね。おい、みんな。さあ、ランチの到着だ。たくさんあるかな。ダニーとダニーのおじいちゃんにも分けてあげたいの。たっぷりあるからみんなで食べましょう。はい、じゃがいもだ。じゃがいもをたくさん取ってきてくれたグランパのおかげね。じゃがいもはいくらあっても困らないって言っただろ。わあ。もうどうしてこうなっちゃうの。私、アイススケートなんてやりたくない。いいんだよ、ペッパー。アイススケートをすれば誰だって転ぶんだ。もちろんダディだってね。見ててごらん。おっとっと、ほっほー、ダディったら。ジョージ、あなたも滑ってみたい？やだ。スケートをしたことがないジョージはちょっと怖いようです。ジョージはダディが見てるから、ペッパーにスケートを教えてやって。スケートは簡単よ、ペッパ。ただ足を押して、あとは滑るだけ。押して押して滑るね。押して押して滑る。押して押して滑る。なんだ、簡単ね。もう一人でできるよ、マミー。押して押して滑る。押して押して滑る。うまいぞ、ペッパ。見て見て、私スケートしてる。ペッパはスケートがうまいな。でしょ、教え方がうまいからよ。もっとゆっくりよ、ペッパ。他の人にぶつかっちゃう。大丈夫よ、マミー。私スケートがうまいんだから。あ、どうやって止まるの。大変、止まり方を教えるの忘れてたわ。おう。うわー、止まれないよ。危ない。うわマミーに滑り方を教わって、ダディに転び方を教わったもんな。そうよ、私転ぶのとってもうまいの。ねえジョージ、ジョージもスケートやってみる。やだ。やろうよジョージ、楽しいよ。教えてあげる。えっへん、いい、始めはね。わーい。ジョージ戻って、滑り方を教えてあげてるんだから。これはびっくり、ジョージが上手に滑っています。うわー、うまいねジョージ。それってダイナソー？これおもちゃのダイナソーだよ。ガオー、ダイナソー。それ最高だね。ダイナソーガオー。ダイナソーガオー。あら、怖いわね。ジョージ最高だね。ジョージは私の弟。ほんと最高なの。ペッパは弟のジョージが自慢です。ではジョージにお絵かきの仕方を教えてあげましょう。ジョージはお絵かきが苦手なの。じゃあペッパが手伝ってあげてね。はい、私上手にできる。お花の描き方を教えてあげるわね。ジョージ、今日はお花の絵の描き方を教えてあげるね。じゃあ、大きな丸を描いて。違うよ、ジョージ。その色じゃないでしょ。その周りに花びらを描くの。ジョージ、
形が違うでしょ。で、茎と葉っぱをつけるの。完璧。ジョージ、全然違うじゃない。何を描いたのかしら。私はお花を描いたの。上手に描けたわね、ペッパ。そしてジョージが描いたのはダイナソーね。ガオー、ダイナソー。最高だね。それじゃあこのジョージとペッパの絵を壁に飾りましょうね。イエーイ。ペッパ、あなたの弟はとっても絵が上手なのね。そうなんだ。私ってほんとかわいい。お城には他に誰がいるの？あ、そうだな。お城に一緒に住んでいるのは小さなプリンスとクイーンマミーとキングダディ。その通り、みんなで一緒にお城に住んでるんだよ。キングダディのお腹は大きいの？そんなわけないだろう。キングはかっこいいんだ、ダディみたいに。それからお城のそばにはドラゴンもいる。ダイナソー。ダイナソーか。ああそうだった、ドラゴンじゃなくてダイナソーがいるんだ。お城の近くにとても大きくて怖いダイナソーが住んでいる。うわまあ、ダイナソーはそんなに怖くないんじゃないの、ダディピッグ。ごめんごめん。そうだな、そのダイナソーはとっても優しいんだ。いつも美味しそうに草を食べてる。ダディピッグ。ああ、失礼。ダイナソーになりきってた。ダディ、なんでそのプリンセスはお眠なプリンセスなの？これから話すよ。一日が終わり、日が暮れて、月と星が輝き始めると、みんな眠くなってくる。中でも一番眠そうなのは、このお眠なプリンセスだ。ペッパ、眠くなったのか？眠くないよ。全然眠くないもん。ジョージはどうかしら？ジョージ、起きて。お話、最後まで聞かなくちゃ。ペッパは眠くないようだけど、お眠なプリンセスは眠かった。これはいい感じです。ペッパは太鼓が気に入りました。あら、うまいじゃない。ああ、リズムよく叩けてる。これはダディピッグのアコーディオンね。マミーピッグと初めて会った時、これを弾いてたよね。ダディピッグ、よく覚えてるわ。ジョージもアコーディオンを弾きたいようです。本当に弾きたいの？アコーディオンは難しいんだぞ。ジョージ、アクローディオンって私の太鼓と同じくらい難しいんだよ。わかったよ、ジョージ。ジョージにはまだアコーディオンは無理のようです。ダディ、他にはどんな楽器が入ってるの？あとはホルンだ。やってみたい。力いっぱい吹いてごらん。綺麗な音が出ません。こんなの絶対無理だよ。昔はマミーも老けたんだけど。やっぱり綺麗な音が出ません。ホルンはダディみたいに強くないと老けないんだよ。ちっとも綺麗な音が出ません。ペッパの言う通りだ。このホルンを吹くのは無理だ。いいのよ、ダディピッグ。アコーディオンを弾いて。アコーディオンは上手だもの。自分で言うのもなんだけど、アコーディオンなら自信あるよ。マミーはバイオリンを弾くわね。じゃあ私は太鼓。
マミーピックはバイオリン、ダディピックはアコーディオン、そしてペッパは太鼓。クロエが人形に目を描きます。お口描きたい。どうぞ。私はペッパよ。ジョージ、あなたはどんなお人形を作りたいの？ダイナソー。え？ダイナソー？ジョージはね、いつでも何でもダイナソーっていうの。わかった。怖いダイナソーを作るね。クロエがダイナソーの人形を作ります。歯はトゲトゲよね。できた。怖いダイナソーだよ。ガーみんなランチよ。今行く。ランチの後に人形劇をやろう。わーい。アンティーピックがスパゲティを作ってくれました。このスパゲティ本当に美味しいな。最高のスパゲティだな。二人とも同じこと言ってる。やっぱり兄弟よね。それ似てるってこと？全然似てなんかいない。これからペッパとジョージと一緒に人形劇をやるのよ。あら素敵。用意できたら呼んでね。後でね。人形劇か、楽しそうだね。おかわりする時間があるといいんだけど。おかわりはまだあるかな。人形劇の始まりです。こんにちは、私はクロエ。私はペッパよ。ガー。キャー。ダイナソーよ。怖いダイナソーよ。キャー。ガー。あらまあ、とっても上手ね。ブラーボー。私はアンクルピックだ。こんにちは、アンクルピック。いや、ペッパ、ほうほうほう。あなたにそっくりね。私のお腹あんなに大きくないぞ。ほうほう、うまいランチだったな。秘密だよ。ジョージが当てようとしたけど当てられなかったの。当ててみてもいい？いいよ。ふん、ダディのメガネじゃないよな。違うよ。メガネはダディがかけているじゃない。ああ、そうか。ダディったらもっとちゃんと当てっこして。わかったよ。マミーの靴を入れたのかな。はずれ。2回間違えてから大終わり。ペッパは秘密が大好き。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれ、ジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった。どうせ思ったのダイナソーでしょ。違う。箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる。わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパ、あなたが箱の中を見せてあげればジョージも見せてくれるんじゃない？わかった。一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ1、2の3で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。1、2、3。ジョージは太鼓、ペッパはトランペットでした。まあ素敵ね。いいね、なかなかうまいぞ。他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さあどうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？よ、いいぞ、キャプテンジョージ。この地図わかんない。ダディ手伝って。任せなさい、地図を見るのは得意なんだ。あ、これは難しいな。ダディピッグ、それじゃダメよ。上と下が逆さま。そうだと思ったよ。なんで簡単。明
赤いバツ印のところに宝物があるのね。でもリンゴの木が2本ある場所はどこだろう。わかんない。ヒントが欲しい？欲しい欲しい。一つ目のヒントは瓶の中よ。さて瓶はどこかしら。あそこにあるよ。一つ目のヒントを発見。瓶の中に入っています。ねえねえ見て、瓶を見つけたよ。すごいぞペッパー。どれどれ、なんだって？おお、これは海賊からのメッセージだ。マミー、海賊からのメッセージ読んで。ふん、この海賊の字読みにくいわね。いや、なかなか味のあるいい字じゃないか。なんて書いてあるのか読めないわ。いや、はっきり読めるだろ。矢印をたどれって。矢印をたどれ。ジョージが2つ目のヒントを発見。小枝でできた矢印です。見て、あっちにもある。矢印をたどって進んでいきます。見て、ジョージ、鍵だよ。ペッパが次のヒントを見つけました。鍵です。やったわね、ペッパ。あとは宝箱を見つけ出してその鍵で開けるだけよ。だけどもうヒントがない。地図をもう一度よく見てごらんなさい。見て、ペッパ、リンゴの木が2本並んでるでしょ。これリンゴの木だ。これもリンゴの木。おいしい。これはマミーピックの分。すごい。まだまだ、もうちょっと高く放り上げなきゃ。次はダディピックの分だから、どうやればいいのかやってみせてちょうだい。うん、とってもおいしい。みんなよく見てろよ。パンケーキをひっくり返すときは高く放り上げるのがコツだ。1、2の3、それ。ダディったら。ああ、ちょっと高すぎたみたいだね。あら、まあ大変。最後のパンケーキだったのに。取ればいいんだろ、取れば。おやおや、パンケーキに手が届きません。大丈夫よ、ダディピッグ。私たちが取ってあげる。さあ、2階に行きましょう。こっちよ。一体何をするつもりなのでしょう。じゃあいい？ 1、2の3でみんな一緒に飛び跳ねるわよ。1、2の3、ジャンプ。何をやってるんだろう。大成功。パンケーキが落ちてきました。ダディの顔になってるよ。ダディピッグ、シロップかける？ああ、頼むよ。1、2の3、それ。ペッパは想像してみました。おいしかった。他に何かいりますか、クイーンペッパ？そうね、ケーキのおかわりを。はい、ただいま。さあ、ほら行くぞ。ちょっと待って。ダディ、私はクイーンよ。お辞儀をしてからお話ししてね。ああ、これは失礼いたしました、クイーン。何をしてる人？あなたのダディです。ふん、それ面白そうね。はい、とっても面白いですよ。で、この部屋は何？ここはなんとダイナソーの部屋だよ。ダイナソーの部屋？ジョージ、ダイナソーの部屋だって。ダイナソー。ダイナソーはどこにいるの？この部屋のどこかにいるよ。見えないみたい。すっごくちっちゃいのかな。それがね、ペッパ、ものすごく大きいんだ。
すごいだろ。これは本物のダイナソーの骨なんだよ。ダイナソーガージョージはダイナソーになった自分を想像しました。ガーガーキャー、ダイナソーが来る、助けて助けて、ガーガー。このダイナソーのお部屋はジョージの一番のお気に入りね。私のお気に入りはキングとクイーンのお部屋だよ。どうやらダディピッグもお気に入りのお部屋を見つけたみたいよ。それってどんなお部屋なの？ケーキが食べられるお部屋よ。ダディピッグのお気に入りは館内にあるカフェです。よし、これで海に入れる。やったお水冷たい？あったかいよ、ほら。こらこら。ダディピッグが先にやったのよ。水のかけっこはもうやめた。わーい。ダディ、私ビーチって大好き。ペッパとジョージはビーチが大好き。みんなビーチが大好きです。ペッパ、ジョージ、バケツとシャベルで遊ぶんでしょ？うん、遊びたい。ダディ、ダディ、お砂にダディを埋めてもいい？そうだな。お願い、ダディ。分かったよ。やった。ペッパとジョージがダディを埋めていきます。こらこら。できた。もう逃げられないよ。頭が熱くなってきたな。帽子を取ってくれ。それなら取ってくださいって言って。ダディの帽子を取ってください。いいですよ、ダディ。これでよし。なんだか眠たくなっちゃったな。ジョージ、砂のお城を作ろうよ。砂のお城を作り始めます。最初にバケツに砂を入れるの。こうやって。そしたらバケツをひっくり返してポンポン。バケツを上げるとゴールできた。砂のお城です。なくてもちゃんと乗れるかい？乗れる。わかったよ。じゃあ早速外そう。ダディピッグはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。わあ。面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか。うん、お願い、ダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよ、ペッパ、その調子。押さえててね。そのまま漕いで。ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。ダディったら手を離したのね。さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい、補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね、やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい。ペッパ、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパは前を見ていません。わーい。おやおや、ペッパはダディピッグのカボチャを割ってしまいました。
かぼちゃをやっちゃってごめんなさい、タディ。かぼちゃのことより、ペッパが怪我しなくてよかったよ。カーテンの後ろにもいません。またおかしな音がしました。一体何の音でしょう。ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1、2、3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5、6、ジョージ、こっちへおいで。7、8、9、10。隠れたかな。いくよ。あれ、ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい。どこにいるか分かった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ、カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう。ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかしてこの新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ、見っけ。メガネを見つけてあげればダディのイライラも収まるし。イライラなんかしてないぞ。ペッパとジョージがダディのメガネを探します。新聞の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ、ジョージがテレビの上を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。ない。きっと2階だよ。ダディたちのお部屋。マミーとダディのお部屋にやってきました。ジョージ、物を倒したりしないようにね。わあ。面白くないでしょ。枕の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ、ジョージはスリッパの中を覗いてみますが、やっぱりメガネはありません。バスルームへ行ってみようよ。ペッパとジョージはバスルームへ。メガネはバスタブの中にも、ない。トイレの中にもありません。あれ、見つからないね。ダディピックのメガネを見つけることはできませんでした。お部屋中探したけど、どこにもメガネはなかったよ。困ったわね。どうしましょう。メガネなしで動けるようにするしかないな。ゆっくり歩けばぶつからないだろう。ここにあった、ダディのメガネ。ダディピック、あなたのお尻の下にあったのね。するとダディの顔さん。こんにちは、ダディピック。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピック、靴はどうしちゃったの。
粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あったパウダーをパタパタ。素敵。口紅も塗りましょう。とってもきれいよ、マミーピック。サタデーピック、お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私ペッパじゃないもん、私はマミーピック。そうね、そうだった。どうもマミーピック。こんにちは。こっちはダディピックよ、ジョージ。あら、こんにちはダディピック。ちょっと失礼、私仕事があるの。もしもし。そうよ、あれとこれお願いね。違うわ、ありがとう、さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。はい、どちら様？ジョージ？はい、どちら様？マミーピッグよ、私も入れてもらえるかしら？それじゃあ、秘密の合言葉を言って、家から入ってもいいよ。わかったわ。で、秘密の合言葉って何なの？それはちっちゃい声で教えてあげる。秘密の合言葉はね、ダディのお腹は超ビッグ。わかったわ。秘密の合言葉を言ってみて。ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。ダディのお腹は超ビッグ。なんだかそれ、おかしな合言葉だな。マミー、ツリーハウスに入る前にドロンコの長靴を脱いでね。もちろん。ダディもきっと入れるよ。秘密の合言葉を言ってみて。でも、別の合言葉にしてもらえないかな。ダメ。じゃあ仕方ない、ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。どうぞ入っていいよダディ。長靴は脱いでね。あ、ダメだな、ドアを通り抜けられない。ダディのお腹がビッグだからだよ。ああ、そうだ、ダディピッグも上からなら入れるぞ。ペッパ、ジョージ、マミーとダディ、みんなでツリーハウスに入りました。私このツリーハウス大好き。もう出たくなくなっちゃったよ。それはよかったわね。でもグランマのうちには来てくれないってこと？うん、行かなくていいや。探偵さんって何？探偵さんっていうのは、人や物を探すのが上手なすごい人なんだよ。私物を探すの上手よ。よし、じゃあペッパが探偵さんだ。ジョージ、私が探偵さんになってダイナソーを見つけてあげるからね。それじゃ探偵さん、まずはジョージに質問をしてみたら。ジョージ、ダイナソーはどこにいるの？ジョージにはそれがわからないのです。どこにいそうか考えるのが探偵さんの役目だよ。わかった、私どこにいるかわかった。ジョージいつもダイナソーと一緒に風呂に入るでしょ、だからきっとダイナソーはこの中よ。お風呂にダイナソーはいません。あれ、わかった、ダイナソーはきっとあそこにいるよ。ジョージはいつもダイナソーと同じベッドで一緒に眠るでしょ、だからきっとこの中にいるわよ。ダイナソーはジョージのベッドにもいません。あれ、それじゃあみんなでお庭を探してみましょう。そうだよ、お庭だ。私もそう言おうと思ってたの。もうダイナソーどこ行っちゃったの？
ダイナソーはなかなか見つかりません。はあ、ダイナソーどこにもいないみたい。ジョージ、ダイナソーを放り投げて遊ぶのが好きだろ。じゃあ今日はいつもよりちょっと高く投げちゃったんじゃないのかな。あそこにいたダイナソー、私が先に見つけたのよ。よくやったね、ペッパ。ペッパはとてもいい探偵さんだ。ランチはグランマが焼いたピザです。サラダも食べてね。グランパが作ったトマトとレタスとキュウリよ。よし、みんな食べよう。ジョージはピザを食べました。でもジョージはトマトもレタスもキュウリも嫌いです。あらま、ジョージ、サラダは好きじゃないの？嫌い。ジョージ、ちょっとだけこのトマトを食べてごらんなさい。やだ。ジョージ、このキュウリはね、グランパがお庭の畑で育てたのよ。レタスはどうかな、ジョージ。おいしいよ。おお、泣かなくていいよ、ジョージ。ほら、見てごらん。ダイナソーの完成だ。ダイナソー。ゴー。ジョージはダイナソーが大好きです。ジョージがトマトやレタス、キュウリを食べています。すごいじゃない、ジョージ。ジョージ、もっとサラダ食べる？いっぱい。ジョージ、もうお腹はいっぱいかな。トマトもレタスもキュウリもいらない。ジョージはもうお腹がいっぱいのようです。ジョージ、もうお腹いっぱいで何もいらないのね。ジョージはもう何もいらないようです。あらま、じゃあジョージはこのチョコレートケーキもいらないの？チョコレートケーキ。驚いた。ジョージはまたお腹が空いたみたいだぞ。そこへ種を入れて、上から土をかぶせる。グランパがお水をあげようか？ダメダメ、私がお水をあげるの。よし、あとはイチゴが育つのを待つだけだ。ペッパとジョージは種が育つのを待っています。でも何にも落ちないね。我慢して待たなくちゃ、ペッパ。育つまでには長い時間がかかるんだ。ペッパ、ジョージ、お家に帰りますよ。まだ種がイチゴになるのを待ってるの。ティータイムに食べたいんだもん。グランパが世話しておくよ。次に遊びに来る時までにはきっと立派に育ってるはずだ。そしたらイチゴを食べられるのね。ああ、行くわよ、ペッパ。じゃあね、グランパ。じゃあね、イチゴさん。グランパはペッパのイチゴの世話をしました。何日も続けていると小さな芽が出てきました。日に日にイチゴの苗は大きくなって、ある日グランパは素敵なものを見つけました。イチゴだ。グランパ、来てよ。ペッパとジョージが遊びに来ました。ねえねえ、グランパ、私のイチゴ育った？ああ、見てごらん。わあ、イチゴだ。ありがとう、グランパ。グランパ、他の種も植えていい？いいとも。それじゃあ今度はジョージに選んでもらおう。そうだね、何がいい、ジョージ？それじゃあ人参は？グランパ、ジョージは人参の種がいいみたい。ジョージ、人参を育ててみたいかな？やだ。1、2、3、4。じゃあそれをカートに入れて。トマト、あ、
えらいぞペッパー。トマト、一つ目のお買い物は終わりだ。次は何だったかな。スパゲッティ、ピーゲッティ。そうだねジョージ、でももう一度言ってごらん。スパゲッティ、ピーゲッティ。スパゲッティはペッパとジョージの大好物です。さてスパゲッティはどこかな。あそこにあるよ。こっちよ。スパゲッティ、ほらマミースパゲッティがあった。よく見つけたわね。じゃあそれをカートに入れて。はいマミー。ピーゲッティジョージ、違うよ、スパゲッティだよ。ピーゲッティペッパ、次に買うものは何。ポテトチップス。ポテトチップスは書いてないよ。ポテトチップスはお家にあるでしょ。もう一度当ててごらん。ダメだ、思い出せない。ジョージは覚えてる。ダイナソー。ダイナソー。ジョージ、ダイナソーはスーパーには売ってないのよ違うよジョージ、次に買うものは玉ねぎだ。玉ねぎ、そうだった、思い出した、ここにあるよよくできました。1、2、3、4玉ねぎ。よしいいぞ、あと少しでお買い物は終わりだな。残っているのは一つだけね。鉢植え？書いてあったかな？違うよジョージ、もう一つのお買い物はフルーツだ。いいのよジョージ、あなたがフルーツを選んで。フルーツはどこかしら。あっちよ。おっと、ジョージの帽子が風に飛ばされました。大丈夫よジョージ、ダディピッグが取ってきてくれるわ。ダディ急いで。あそこだよ、木の上に引っかかってる。うん、じゃあ木に登って取ってこよう。こんな細い木、ダディが登ったら折れちゃうわよ。それじゃあどうやって帽子を取り戻すんだ。簡単よ、ちょっと揺らせばいいのよ。もっと強く揺らさないとダメね。ひどい目に遭うのはダディだけじゃなかったな。笑い事じゃないわよ。でもちょっと面白いよマミン。確かにちょっと面白いわねジョージの帽子は？マミンの頭の上はい、どうぞジョージ、今度はしっかり押さえて風が木の枝の葉っぱをみんな落としてしまいます。見て見て、私風に寄りかかってるんだよ。強い風がペッパの体を支えてくれます強い風がジョージの体も支えています。ねえダディもやってみて。いや、ダディは重すぎるよ。早くやってみて、とっても楽しいよ。よし、わかった。なんと強い風はダディの体も支えていますいや、ほんと、これは楽しい。マミーピックも早く、一緒にやろう。でもこの風が止んだら倒れちゃうでしょこの風は急には止まないよ。風が急に止みました笑い事じゃないよ。あら、ちょっと面白いわよリビングではダディピックが新聞を、マミーピックが本を読んでいます。助けて、助けて。一体何をしてるんだ。キャッ、助けて、助けてゴー。ペッパー、ジョージ、何をやってるんだ。ゴー。ずいぶん騒がしいな。助けて。一体何をやっているの？さっきから何の音？何なのこの散らかったお部屋は？おもちゃにつまずいて転んだらどうするの？その通り、おもちゃにつまずいて転んだよ。あらまあ、それは痛かったわね。さあ、二人ともお部屋のお片付けをして。でもマミ、今お人形とダイナソーって遊んでるの。お片付けをしてから遊びなさい。でも散らかしたのはジョージだよ。おや、そうだったのか？
じゃあこの可愛いワンピースもジョージのってことだな。違う。ちょっと私も散らかしちゃったかも。じゃあダディはジョージを手伝うから、マミーはペッパーを手伝って。お片付け競争ね。女の子対男の子。それはいい。どっちが早く片付くかな。行くぞ、よーい、ドン。一歩リードだな。そんなことないもん。ほらね。あれ、なんだろう。テディ、ずっと探してたのよ。ほらペッパ、早くテディをバスケットに入れて。ここね、次はご飯。片付いた。これは何なんだろう。ダイナソー。ああ、そうだな、これはダイナソーの本だ。ジョージの飛び出すダイナソーの本です。お。いたぞ。わーい。あー、ここでのピクニックは最高だ。とっても静かで心が安らぐ。シマウマのゾーイとそのパパ、郵便局のゼブラさんです。こんにちは、ゼブラさん。郵便を届けに来たの？はは、いや、配達に来たんじゃないんだよ。今日はお休みなんだ。ねえ、だからパパとピクニックに来たの。私たちも。そういうことなら、みんなでピクニックしましょう。わーい。なんて楽しいピクニックでしょう。ねえ、ジョージとゾーイと一緒に遊んできてもいい？いいわよ、ペッパ。ゾーイ、私テディを連れてきたよ。私はモンキーを連れてきたよ。ウホウホ。ダイナソー、ゴー。私おもちゃのピクニックセットも持ってきたから、ピクニックごっこしようよ。あ、アヒルさんだ。ピクニックしてるといっつもアヒルさんが来るんだ。それじゃあこれオレンジジュースね。オッケー、じゃあこれはケーキね。はい、これはケーキです。とっても美味しいのよ。アヒルさんたち、おままごとのケーキはいらないようです。いらないのね。じゃあケーキはモンキーやダイナソーにあげちゃう。テディもどうぞ。おいしい。うほほ、モンキーがね、こんなにおいしいケーキ初めてだって。ペッパー、ジョージ、もう帰りますよ。じゃあね、ゾイ。じゃあね。みんないいかな。はい、ダディピグ。それじゃあゾーイ、私たちも帰ろうか。はい、パパ。カップに、お皿に、モンキーに、テディ。あれ、テディったらなんでいるの？ペッパはまたテディを置いてきてしまったようです。ペッパとジョージは泥んこの水たまりが大好き。ねえジョージ、お家に戻ってダディに見せよう。こりゃびっくりだ。ダディ、ダディ、私たち何してたと思う？さあ、なんだろう。テレビを見ていたのかな。違うよ、ダディ。お風呂に入ってきたのかな。違う、違う。わかったぞ。ドロンコの水たまりに飛び込んだんだな。そうや、ダディ。ドロンコの水たまりに飛び込んだの。そうか、二人とも泥だらけだ。あ、大丈夫だよ、ただの泥んこだ。マミーに見つかる前にきれいにしておこうね。ねえダディ、ちゃんときれいにしたらダディとマミーも一緒に遊んでくれる？ああ、一緒にお庭で遊ぼう。ペッパとジョージは長靴を履いています。マミーとダディも長靴を履いています。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。あら、ダディったら泥だらけになっちゃった。ただ
ん泥んこだよ。昔ながらのやり方で火を起こすんだ。こうやって2本の枝をこすり合わせる。ダディピックは2本の枝をこすり合わせて火を起こそうとしています。まだつかないの？もうちょっとだよ。ついた。簡単だろ。それじゃあトマトスープを温めましょう。あ、ほら自然の音が聞こえるよ。これ何の音？これはコオロギが鳴いている音だよ。今の何？今のはフクロウよ。ほら、あそこにいる。うわー。じゃあ今のは何の音？さあ、マミもわからない。ダディのお腹の音だ。これこそ最高の自然の音だよ。この音が鳴ったらご飯の時間ってこと。トマトスープ大好き。ダディもだよ。それもダディにとっては最高の自然の音ね。え、何？さあ、二人ともテントに入って寝る時間よ。でもみんなは入れない。テントが小さすぎるもん。大丈夫だよ。入ってごらん。マミ、もうちょっと詰めて。ダディ大きすぎて入れないよ。大丈夫。ダディは外で寝るよ。おやすみなさい、ダディ。おやすみなさい。おやすみ。ああ、みんなおやすみ。マミーとペッパとジョージはテントの中で眠り、ダディは星の下で眠りました。ああ、キャンプは最高だ。輝く星を見ながら外で眠れるなんて。やっぱり外で寝るのは良くないかもな。ダニーのおじいちゃん、直してもらえますか？ああ、だけど今日一日かかりそうだ。みんなでドライブに行こうと思ってたのに。大丈夫、直るまでこの新しい車を貸すよ。ありがとう、助かります。屋根は下ろしていいかな？お願いします。下ろすときはこの赤いボタンを押すだけだ。なんてすごい車でしょう。うわ、戻ってくるまでにはちゃんと直しといてあげるよ。ありがとう、ダニーのおじいちゃん。行ってきます。行ってきます。バイバイ。行っといで。ペッパたちは新しい車が気に入りました。この車たくさんボタンがついてるぞ。ねえダディ、緑色のボタンは何？押してみよう。すごい、魔法の窓だ。ダディ、今度は魔法の窓を避けてみて。青いボタンを押したらどうなるの？どうだろうな、押してみよう。新しい車は楽しい。これもらえるの？いいえ、そういうわけにはいかないのよ。これは今日一日借りただけ。そっか。大変、雨が降り出しそうね。そうだね、屋根を上げないと。さてと、屋根を上げるのはこれだったかな。おっと、これじゃなかったか。そうそう、確かこのボタンだ。あー、ダディはびしょ濡れになりました。ダディった、そのボタンじゃないよ。じゃあこっちだ。違った、これじゃない、これかな。あ、助けてくれ。ダディピックはどれが屋根のボタンか忘れてしまったようです。この車に嫌われちゃったかな。ペッパとジョージは泥んこの水たまりで遊ぶのが大好きです。私からね。うわ、グー。寒いので水たまりは凍っていました。ツルツル滑ります。面白くないでしょ。マミーとダディもやってきました。おお、いいね、ドロンコの水たまりがある。ダディもドロンコの水たまりが大好きです。ダメよ、ダディ。
ハ危ないところだった。でもダディはバランスを取るのがうまいんだ。ダディ、今日は水たまりが凍ってるの。だから飛び込めないのよ。それじゃあアヒルさんに餌をあげましょう。わーい。ペッパたちはアヒルさんに餌をあげるのも大好き。こんにちは、アヒルさん。パンをあげに来たのよ。アヒルさんはパンが大好き。あれ？今日は寒いので池も凍っていました。氷はツルツル滑ります。笑ってごめんね、アヒルさん。でもとっても面白いんだもん。雪が降ってきました。雪だ。ペッパとジョージは雪が大好き。ジョージ、雪をキャッチしてみようよ。ペッパたちは雪をキャッチしようとします。ジョージが雪をキャッチしました。ペッパも雪をキャッチしました。ねえ、羊のスージーがソリに乗ってやってきました。わーい。こんにちは、ペッパ。うわ、スージー、それ楽しそう。ねえ、そこの大きな丘でソリをしてるの。雪がたくさんあるよ。じゃあソリを見に大きな丘へ登ってみようか。うん、行きたい。